先ほどライブに来ていただいた方ありがとうございます。えー、っとですね検証のバーコードを、えー、なんか整理してたんですけどそれで,で雑談とかやってたんだけどなんかねいきなりねなんかね送りつけ詐欺みたいな、えー、なんか、うん、怪しいものが届いて勝手にクレジットカード引き落としとかってなってて。 それにね、それの対応を、えセブンが切ってからバトンタッチで私はやってたので、ちょっと終わり方が続々で申し訳ないなと思って本動画を作っております。ちなみに、えー、ハリネズミのこちらはケンタです。ケンタは、えー、パイドという種類のハリネズミです。ちょっと鼻のあたりがね、ちょっとなんか変だなぁと思うんですけど、これはあの、 のののハリネズミの種類の特徴な感じですで今日ねなんで動画を撮ったかというと実はですねこちら、えー、ハリネズミカフェハリネズミさんが50匹もいるハリネズミカフェハリーで、えー、ハリーですねすごかったんだよ50匹もいるらしいんだよハリネズミがい,いるらしいじゃなくているんだよ。 それで床材何を使ってるんですか?」って聞いたら、えー、とこのくるみのチップを使ってるということでこう消臭も抜群でハリネズミさんの足にもすごくいいって言って言われたのでですねちょっとこれを買ってきてで今回いろんな床材を試してみて、えー、買ってきた中で、まあ、ケンタ意外と神経質で今までコーンサンドを使ってたんだけど。 まあこれ結構なんかあのいいみたいで早速中に入ってこれを掘ってやっておりますでちなみにいろいろ試行錯誤して床材とか変えてはいるんですけどだいたいね1週間に1回くらい全部ゲージの中の清掃をしますで毎日はだい大体あの日々はですねここで えここのハリネズミのこのマウンドスナ砂砂あれでしょこれのえトイレ砂のところでえおしっこうんこな、ま、どですねしてくれるのがハリネズミさんですちなみにうちはえこの、えー、ハリネズミ専用のトイレ砂を使っておりますでこれねちょっとあのペットフォレストで注文がなんか問屋からの注文が滞ってるとかで いつもなくなったら買いに行ってるんだけどなくなりそうになったら買いに行ってるんだけどこれないって言われてちょっとねヤフーの、うん、アマゾンで買おうとしたら値段がむちゃくちゃなんかの高い高かったんですよ。400円ぐらいのだいたいこれどれくらいのあれかな 1kg で400円ぐらいなのに。 なんか1,000円ぐらいの金額でおそらくアマゾンだから送料も含めて1,000円なんだろうけど高いなと思ってえ普段買っている値段に近いところのお店を探してヤフ,ーのショッヤフーショッピングでえどこぞかのペットショップから購入しました。でどうせ買うんだったらと思って、あのー、販売制限ギリギリまでの12袋。まあ3 3袋で1セットになってて、えー、4個まで購入かって書いてあったので12セット買いました。よく考えたらこういうなんかのか買って重いものはあの通販楽だなと思いました。で今日はちょっとあの掃除週末大体掃除するんだけどおごめんああ すみませんカメラを落としてしまいました健太 <laughs> が怒ったのは分かりますかんと言ってさ怒ってこれすごいストレスみたいですよ、ね、うんでですねまあこの床材に変えてみたところ健太くんは結構快適みたいです で今まであの使ってる床材は結構ねあのなんだろう大きいんですよ。ケンタのティンクはこのねこれいいのこのな取り方これが気に入ってたのねこれこの袋に比べるとあのハリネズミ。うん カフェのやつは4分の1ぐらいの大きさで値段もね同じくらいだからちょっとハリネズミカフェのやつは高いかなと思ったんだけどでも実際に入れてみるとこれあの説明聞いた時はこの砂があのくるみなんですってくるみで丁寧にハリネズミの足をあの怪我させないようにえくるみの クミを加工してハリネズミさんに一番快適なようにしたと。で珍しく床材を変えるとケンタは結構ストレスでストレスでよくねこの位置このハリネズミのこのお砂のところで丸まって寝てたりとかするんだけどそういうこともなんかご自身の小屋にこのように入って寝ております。今顔こっっちちにちょっと向けて 起きたのでちょっと、えー、起こしてしまったので私がですねあのバンって、まあ、カメラをやったので起きてしまったので、えー、これで健太くんもでこのような感じでね見た目もすごくねしっこですごいなんか飼い主的にもああいいなこれとかって思いましたでえっ、ー、とねここにねちょっと私検証でね失敗したんだけどこれあのエステーで今さ 消臭力のキャンペーンで4個買ったらあの4倍率が上がるって書いてあったからこれ4個買ったの安いじゃんとか思って買ったらこれノーブランドの消臭のやつで、うん、ずっとねえあんま欲しくないのに買っちゃったはいいけどノーブランドだしまあこれだったら匂いしないからいいかなとでハリネズミってねこの角に この角にね、あの、よく潜る、潜っちゃうから、で、ここに物を置いとけば、ここに潜らないで、ここに潜って何が嫌かって、ここにおしっことうんこされるのが嫌なのです。だから、この消臭のこれを置いて、ここに、ここの下に、えー、これを置いとけばですね、彼らはここに入らないで、潜らないで、え、ここの、フラットで遊ぶ、回る。 で、これ、いいんじゃないかとあの。飼い主としても試行錯誤して頑張っております。で、今日は清掃したので、綺麗です。で、早速、健太くんは潜ったりとかしてましたね。餌、餌、水、で、これ、砂。で、この、ハリネズミの、あの、これもね、陶器製のハリネズミの、 かわい,いのがあるんだけど陶器製だとうちね上部分にあのハリネズミの小屋を置いてるのであのチビがうちのチビのスケがね毎日この,この砂は毎日あの交換というかちょっと入れ替えたりとかあのうんこ取ったりとかおしっこの部分だけ取ったりとかするんだけどその時に陶器製だと割っちゃう可能性もあるしちょっと。 手であの出し入れするのが重いっていうのでプラスチック製に変えました、えー、でまあこれ見た目すごくいい感じでなんかさすがハリネズミカフェのかなとでえっ、ー、とまあその送りつけ詐欺みたいな感じでですねちょんとになんかのなんかよくわかんないけどちょっと。 それをちょっと対応するために警察に電話したりとか消費者センターに電話したりとか消費者センターって188に電話してまあこの時期だしね詐欺案件が多いんだかで全然つながらなかったりとかちょっとストレスだったですけど本当なんか怖いね世の中。ということであのライブが。 すごい。中途半端に終了してしまい申し訳なかったです。ちなみにね、ライブはね。基本的に私は、えー、アーカイブを残さ。ないように。しようとまあ、その時に来てくださった方が楽しめればいいかなとで。でもあのー。 まあ基本的には非公開に全部今までのものとかも全て非公開にしてるんだけれども、えー、まあそんなやましいことをしてるわけじゃないので限定公開ってあの自分のチャンネルを登録してくれた人だけが見れる感じの限定公開で1ヶ月ぐらいは残して削除しようかなと。 でまあ、その限定公開の状態でも見たいんだったらっていうことで、えー、広告をつけたりとかしてるんですけれども全体公開じゃないから基本的にそんなにがっついてないぞと、うん、まあ見たいんだったら聞きたいんだったら、えーまあ、そのリアルタイムの人には広告もつけてないです。で後から えー、チャンネル登録をしてる人でその限定公開のやつを見たいなっていう人にだけそのここだけしか見れない限定公開なんだけどあの広告がついてるとあ。でも広告とかで収入とかっていうよりはそれくらいハードルをつけてまで聞いてくれる人にしか。 配信しないと。で,でかというとうち子どもがライブをやったりとか子どもが喋ったりとか、えー、するので、うん、子どもの視聴者の子とかもいて割とそのあんまりこうガチガチにこうルールに沿って沿った内容でやってなかったりとかするので、えー、非公開にしてます。例えばその 誰あ今健太がここでおしっことんこしてますあのちょっと緑かかってるからストレス溜まっちゃってるかな昨日結構遊んでたから、ね、すごいね犬みたいだよねこれ一応あのうんちとおしっこして砂の上でうんちとおしっこしてそれなら足でかいてかき消すみたいなすごくねあのうんちとおしっこ覚えてくれるのでハリネズミさんはそんなに匂いもあの。 他の小動物よりしなないいんじゃないかなと。もうちあのこれコロナが来てこう飼ってこう隠してる隠してるよハリネズミを飼う前とかもう小動物とか飼ってないのでほ他の動物がどんな匂いするのかもうあんまりよく分かんないけどやっぱり動物の匂い問題とか鳴き声問題とかそういうのとか割とハリネズミは鳴かないし静かだしね 一日中部屋に引きこもってるしこうやってトイレも覚えてくれてるし匂いとかもあのそんなにしないし飼いやすいんじゃないかなとただ神経質なんでハリネズミ自体が、うん、まあそことあとはそのコミュニケーションをとってくれる動物ではないので一人でずっと寝てるし基本的に <laughs> ハリネズミってこう,こうやってねあの慣れないです。うちのケンタまだ 他のハリネズミよりもちょっとあの慣れてる方だって獣医さんに言われたんだけどでもやっぱりこう遊ぼうとしても針立てて怒っててで普段の時は針が寝てるからそんなにあの針は痛くないんだけどこうやってなんか私なんかこれうやとまあ攻撃というよりは自分が怖いから針を立てて威嚇するみたいな感じで針を立ててる時はやっぱり立,て立ってる針だから痛い。 左右の場合はメスっていうのもあるし割とその自粛期間中一日中遊んでたりとかしてたのでベタ慣れですね左右を飼ってから遅れて健太なのであのやっぱり月齢が進んだハニネズミでも慣れないっていうやっぱりね若い時からいじくり倒してたらそれなりになれるしオスとメスとでやっぱりあの 慣れる慣れないとかもあるしっていう感じかな、まあ、メスの方が慣れる感じですかね。で基本的には針を立てて、えー、なんかフレンドリーにその遊べるような猫ちゃんみたいなそんな感じではないんです針ネズミはね。で一日中ほぼ24時間のうちの20時間以上寝ててモグラなのでネズミじゃなくてモグラなので。 顔を隠して寝てるから楽しくはないです。ただ、ちょっとの間の見せてくれる顔、かわいい。やっぱこうね、影に隠れたいわけですよ。で、ね、先ほど、えー、バーコードをあれしながらですね、私の成果をちょっと、えー、ついでに紹介したいなと思っておりますで。このドラえもん、さっきコメントで何を 何しますかって言われたのね私24ポイントコースにしようかなと思ってあのー、これ24ポイント貼ったよ貼ったよーだいたいあのサントリーで買うのは水ですね縁あのデカフェデカフェっていうかあのノンカフェインデカフェインフリーをやってるので水買いますねだから水。 水南アルプスの天然水がサントリーは、えー、サントリーで一番買うので,で天然水で4個かなあとはお茶、まあ、水ばっかじゃなくてたまにはお茶も飲むんだけど、まあ、バーコード的には大体水かお茶ジュースはうちは飲まないっていう感じですねチビが飲まないんでなんか自分でえらいよねあのあアスリートなんだかで炭酸とか飲まない ジュースとでも、ね、あの本当なんかね、なんかね多分多分ネット検証かなんかでやらない人のやっぱり理由の一つにそういうなんかこう詐欺とは言わないとは警察は言ってたけどその送りつけ詐欺みたいなやつとか、まあ、まあ今どんなもんなのか分かんないんだけど。 そういうものなんか多分モニターとかそういうネット検証とかのやっぱ怖いところってその個人情報の絡みでそういうトラブルに巻き込まれるからやっぱりやる人が少ないんじゃないかなと私もそういうのをちょっと心配してるからネット検証とかあんまりやってないんですよ。でも現実はそういういすごく あの今多いいいじゃないですかか種を送りつけてとかってとっうのもでうちはサプリメントを送りつけられててでなんかあのお金をんねなんかよくわかんない請求書が来てそのよくわかんない請求書に私がお金払っちゃったのがいけないんでしょうけどん,なんかあんまりよく見てなくて請求書が入ってたからその請求書に対してのお金を払ったら。 また、なんか二回目とか、なんか十倍ぐらいの金額のものを送りつけてきたので。僕はこれはもう。その、うなんか問題にするしかないっていうことで。じゃ、まあ、動いてました。もう疲れたよ。だって、ライブのんきにさ、今ライブやってます。こうやってやって、チビが。あの。行ったので。その。ね、自分の空き時間ができたから、検証やってますから、始まって。 郵便物チェックしたらなんと送りつけ詐欺だったみたいなのでその対応でもうフルマックス喋ってたからね疲れたよ疲れたうん、あの警察も何人か人が変わったし、えー、そもそも今お盆期間中だし夕方だしっていうの、ね、で何回も同じ話したりとかしてちょっと疲れました、うん、疲れた。 でもなんかこういう時に疲れた時に。でね、チビはね、再びまたトレーニングに来ました。うん。えー、今、やってる感じかな。はぁ、なんかね、慌ただしくお盆も、この感じ。明日が土曜日でしょなんかなんか平日って感覚がないですね。一日がね、慌ただしく過ぎておりますよ。 今健太くんの小屋のねついでにあの説明すると小屋の上になんかついてるでしょそれはね温度管理のセンサーですね。あのここで大まかな温度をですねあのー、スマホにスマホで見れば温度が分かるみたいな感じでハリネズミって温度がすごくなんかの重要なのですごくっていうかまあ重要なのでですねすごい寒がりなので。 まあ、も,もちろん暑すぎても寒すぎても駄目で適温っていうのがあるのでその温度で飼育しなければいけないから今なんかは冷房私たちがつけてて冷えすぎると今度、えー、ハリーさんたちが駄目なのでその温度をチェックして温度だけかな結構苦労するとしたらあと起きて活動するのが夜行性なので。 えー、基本的に夜ですねそれはもう時間的な問題ではなくてあの私たちが寝静まって電気が消えて暗くなったら活動するみたいなえそういう感じですうんあのねあとはねライブについて言ってたから、ライブについてはそんな感じですね基本的には、えー 広告をつけないで生で配信して、えー、限定公開にして、まあ、あのチャンネル登録者で、えー、URL をってる人かな,なんかお知らせの通知かなんかにひも付いてじゃないと、えー、そのあのやったライブが見れないという状況で、えー、見たい方は広告を、えー、ねっねあの 見て広告に関しても私は基本的にあのお金のために細かく広告をつけてるのではなくて自分の,この声とかがあんまりにも嫌だからあまり人に聞,きた聞かれたくないの、うん、聞かれたくないのになんでこれやってるのかっていうとやっぱストレス解消自己顕示欲、うん、とかでやってるものですのでですね 時間が来たら広告を入れると。で広告がうざい人はもう聞かなくていいですみたいなそういうスタンスでやってるので別にその,、えー、その広告収入でどうのとか、うん、再生数でどうのとかうそういうのとかはもう一切あんまり考えてないかな。で ライブの基本的な方針は、あの、うちもうちもっていうか私たちも、あの、YouTube の収益化っていう、なんかそのハードル YouTube をやり始めて別にそんなのも全然考えてなかったんだけどただ動画を自分たちでハリネズミの動画を本当に最初はなんか17秒とかね30秒もいかないハリネズミの動画をアップして喜んでるだけだったのにやっぱりやってるうちにそのいろんな人がチャンネル登録してくれたりとかしてそのうちなんかあのなんかそういう仲間たちっていうのかな YouTube をやってる人たちの中でなんかその。 目標みたいなのがだいたい収益化っていうのが出てきて意識するようになったんですよね。それで、えー、人が1000人以上、時間が4000時間でまあ、自粛期間中だったのでそれをクリアしようみたいな感じでなんかそれをなんか寄り所に、えー、ほら自粛期間中でどこも出かけられない学校もないっていうので。 なんかそれをなんかゲームみたいな感じで楽しんでたんだけどやっぱりあのいろんな人にですねそのうちが一番苦労してたのは再生時間に苦労してたわけですよ。ハリネズミの動画っていうのは基本的にハリネズミがそんなにあのねあんまフレンドリーな感じじゃないので動画自体も短かったしで私なんかもそんなに。 声が綺麗なわけでもないし、投空力とかがあったわけでもないし、チビーは子供だからもっと、うん、ね、面白いことも言えないし、みたいな。で、なんかバズるような、何かあの、ちょっと、うん、なんだろう。バズるような、なんかこう、そういう、なんだろう、いい意味で、あれ、する動画はいいけど、非常識な迷惑系 YouTuber みたいなことをするわけでもなく、ただ、 あのー、親子がしゃべってるだけの動画なんてうもそう早々にねそんなにあの再生されたり、えー、見られたりとか時間がいったりとかするものではないのでいろんな方にですね再生再生時間をですね視聴していただいてライブとか、まあ、特にライブ長時間ライブとかやっていろんな人に来てもらって自分が。 えー、収益化する時にお世話になってるわけですよそういう苦労を味わっているのでまあ登録の人数が少ない方とかがですねあの私がダラダラとライブをしてればその間に人と人とが知り合うきっかけになるわけじゃないですか,かそういう意味があったりとかあとはもうあのー。 あともうちょっとみたいな、ね、人がいたらちょっとお願いしますとか、うん、言えるかなと。でやっぱりライブに行ってそこでコメントを落としてそのコメントであの挨拶程度でもあのなんとかさんこんにちはとかってやったら後からその人のところに行って先ほどはあな,んなんとかのライブでありがとうみたいな感じでそこで知り合うことってできるわけじゃないですか。 ながれるわけじゃないですかで、まあ、もちろんその人と人とで全くその異業種な、えー、方々が知り合うわけなんだけどそれで会う人がいればそこからまた輪が広がると、まあ、そういうので、まあ、ライブは意義があるかなとう自分たちがやってても本当にねあの。 もうどこの家もそうだと思うけどこんな自粛中とかで、えー、コミュニケーションのツールっていうのかなこんなになんかしゃべる機会とかってないじゃん喋るとすごいね誰が見てるとか再生回数がどうのとかいう以前にやっぱりストレス発散になったりとかするので子供もそうですあのストレス発散にやっぱりなってる。 最初は全然なんかもう YouTube とかで一人でベラベラしゃべることもできなかったし、うん、子どももそれも何もできなかったんだけどだいぶこう言えたりこうコミュニケーションというかなんか取れたりとかしてその中でやっぱり自分の年齢の近しいなんかこう視聴者が来てくれたりとかいつも来てくれる人がいたら何かこう SNS 上で 顔でリアルじゃないんだけどなんか友達みたいな毎日会って友達みたいななんかね結構顔知らないんだけど友達みたいななんかそういうあなんだろうな,なんか特殊なこの時代の友達のあり方っていうのかなできてきてですねすごいなんかあのうーん会えないけど友達みたいな会わないんだけど友達みたいなこう特殊な時代の。 感じですかねなんかその自分の都合のいい時間帯にその人の動画があればその人の動画を見てコメントを落とすことでなんかコミュニケーションする取れてるなんかこう寂しくないみたいなそういうあの本当になんか、あのー、こう家の中で、えー、2人きりでいることがほとんど多いんだけどなんかその会話のなんか うん、会話のきっかけになったりとか YouTube のなんか今はチビがダラダラご飯食べたりとかダラダラしたりとか寝る時間が遅かったりとかメリハリがな,かな,かない中で、えー、YouTube で自分で折り紙を、えー、折ってる動画をアップしたいと言ったらじゃあ YouTube の動画アップしたいんでしょアップしたいんだったらじゃあ自分でその時間を 作るしかないよねって言ったらさっさとご飯食べたりとかさっさと風呂入ったりとかちょちょ若干ねメリハリが出てきて本人もね、えー、適正的にはそういうのなんか好きみたいですよなんか人にこう喋って言ってっていうのが好きみたいなのでなんか、うんまあ、ち違うこのチャンネルとは別に子供のやつなので子供の。 えー、チャンネルを、えー、作って見てま,すまあこれね YouTube ねやってるとそのうちなんか最初全然なんかそんなサブ垢だの何垢だのなんて全然考えてなかったんだけどそのうちなんかこうメインチャンネルがこれ決まってたらこれになんか何でもどうでもいいものをあげるっていうのもなんかこう通知がねその方にいっちゃうわけでしょ登録してくださった方にくだらないのをアップするとそれが通知がいっちゃうから。 うん、あんまりそういうくだらないのをアップして通知がいってとかっていうのもあれかなと思って、まあ、1日1回の動画アップぐらいだったらいいけどみたいな簡単になんか自分がどうのと思ってるのもアップできないとかっていうなんか悩みが出てきてサブアカみたいな感じで,でそのサブアカっていうのもなんかチビが大体そのハリネズミをちょろっとと アップしてとかあと自分の仲いいえ友達に向けてメッセージをしてとかいうそれくだらないなんか動画をアップしてしあって子供同士ってその収益とか関係ないからさそうなん,なん,かなんか名前呼んでさ「なんかレイムくん聞いてるか?」とかって言ってそれでなんかでその彼もさ「セブンくん聞いてるか?」とかって言ってそれでなんか楽しんでコミュニケーションになってるみたいなので、えー、ちょっとやってる感じですかね。えーまあ 何が言いたいのかというとまあね楽しければつ、うん、続くし続けてたら、えー、結果が伴ってくるし私なんかもね本当に何か喋るのとかももともとそういう喋るり系の仕事ではあるんですけどあったんですけどもう何十年もそのなんか人前で、えー、なんかこう喋ったりとかする、うん あとまあまあだから子供がね生まれて妊娠して生まれてとかっていうぐらいの時からそれはメだからんかしゃりが仕事だったにしても全然ブランクがありすぎて最初も,もう全然何も喋れなくて結構固まっててあと声のコンプレックスとかあったりとかして、えー、もう全然ダメだったんですけど。まあ、回を重ねていくうちに ダダダダラ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 一人でずっと喋れると、ね、ずとずっこう喋るのも普通の人の多分ライブとか普通の人の動画とかってそんなにベラ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 喋ってる人っていないと思うんですけど私ね昔あのラジオとかの仕事をしたりとかしたことがあった時に3秒無音があると「首」とか「二度と」とかっていうねおきてがあったんですよ。 そういういののがあるんたのであったのその喋りがね適正か適正じゃないかっていうのも最初結構 YouTube の規約とかルールとかもいまいちよく分かってなくて表現の自由だと思ってたから好き勝手なこと言って何回もねあ配信途中で切られたりとか <laughs> そういう経験があっての今なので今はあこういうことは言っちゃいけないんだなってこういうことは 言っていいのかかなとかだいぶ分かってきたんですけどそれでも、うん、最近の動画で誹謗中傷のこととかを言ったやつなんかはイエローカードついてイエロー,イエロー何収,収益に向かないみたいな感じでなんか Google の AI さんが判断してその動画の何だろう絵面とかとその、うん、画像画像,か画像とかあと喋ってる内容とかで判断して 広告に適さないものはえ黄色い、えー、ドルマークがついてですね、あの収益対象外みたいな感じになるんですよ。で、まあライブ配信のそ外で歩くやつなんかは全然お金目的でもないんだけど、た,た,ただ単純に自分たちが歩いてる歩いてる風景を、えー、まあ今ほら旅行とか行けないでしょう。が東京の状況を、えー、東京 に遊びに来たような感覚で見てもらえればなーとかやってたとしても全然関係ない第三者が映り込んじゃったりとかするまあ画像動画だったり音楽がえ全然その恋にやってるわけじゃないんだけど映り込んじゃったり入り込んじゃったりとかしてえなんか収益化適正外みたいになっちゃったりとかしてイエローになるんですよイエローのトルマークがつくんですよこれが。あその なんだろうお金とかじゃなくてその政治のうんとね、あのー、街頭演説とか私なんか街頭演説とかあの好きだからあの配信があったりとかして自分が行けるのは自分で生ですら聞けるけど生で行けない時は人を見てすごいあの代わりに行ってくださってありがとうぐらいに思ってるから自分でもやってるんだけどそれイエローだったりとかするのよ。だから まあ、そういうなんか何が良くて何が悪くてとかっていうのもうんなかなかまだ把握しきれてないんだけどあでもね毎日動画を上げるのがとかう,ーんうちは編集とかしてないんでね面白みに欠けるとは思うんだけどその分あの編集とかしないから毎日アップできるんですよ。うち本当になんか時間がね時間に追われて生きてるんで。 まあ今日はたまたまその送り迎えをあの代わりにやってもらってるからこれ私が自由時間があって苦情の電話とか警察に電話したりとかできてるけど普段は自分が送り迎えしてるんで,で運転の車のハンドル握ってる時ってそのスマホなんかいじったりとかもできないしもう大々にして私の,あの動画とかってもその動画説明欄の説明とかハッシュタグとかも後手後手に。 なってるんですよねでとりあえず1日1本あげようみたいな感じでやるんだけど無編集撮りっぱなしでなんかあのこうやってさっきもあの張り始めの声やんでゴーンとか全カメラがあれしたりとかしてるそれだから毎日できるこれはんかきちんと編集して音を入れてえー、何、えー、なんか。 ね文字入れてとかだったら、とてもじゃないけど、私にはできないから、できることをやって、それで、まあ、自分たちの自己顕示欲が満たされ、なおかつそれが、まあ、認められたら収益につながっていくわけでしょ。そんなね、大したね、もうね、金額にはなっていませんよ、もう。数字見れば大体わかる。 でしょう皆さんもねだいたいただからその著名な方でも1000 1万再生で3,000円とかって言ってるぐらいで著名な方の1万再生の3,000円なんてねあの15分ぐらいの動10分とかの動画で3,000円とかって言ってねとても割に合わないみたいなんですけれども毎日続けることであのその自分の。 動画っていうのが財産になっていくみたいな感覚で続けてますっていうのは経済学者の勝間さんが言ってたんだけど私もまさにそうだなとで取りっぱなしであの毎日あげて自分のできるレベルのサムネイルをつけたりつけなかったりとかでやれればいいかなともっと真面目に真剣にやってる人はもういるのでねまあ、それはその人のやり方で で私はどちらかというと撮りっぱなしでベラベラ喋ってる系の動画が好きなのでその作り込んであのサムネイルとかもしっかりしてて編集もしててそれで中身が凝縮してスッと終わる動画よりも、うん、ずっと喋ってるのを BGM みたいなラジオみたいに聞いてるのが好きだからこのスタイルでやってて、まあ、その動画を、ね、見てくれる人も多分それが好きな人が聞いてくれるんじゃないかと。 またかなりマニアックな、えー、感じだと思うのであの可のいい声とか、ね、中身もそんなにすっごいなんかワクワクするような人を楽しませるようなとかまではまだ言ってないので、まあ、そのうちなんかもうちょっとなんか人の心をつかめるようなトーク楽しいなポジティブになるようなことが言いたいな言えたらなとかって思ってるんだけどうんね、まあいろんなその自分の。 好きな配信してる方からいろんなことを学びながら手探りでやってるような状況でございます。え先ほどですね、本当に視聴時に来てくださった方、本当になんかいきなりね、封筒を開けたらいきなり請求書みたいな、もうそこからのもう本当ブ,ブルーになっちゃいましたかね、これ。このなんかブルーな話をして、またイエローカード、イエロー えー、イエローなんあれドルマークだったらまずちょっと悲しいんですけどまあぜひあの皆様もご注意くださいあの私あの検証で結構あの検証を見てくれる方がすごく多くてうんなんか検証がこんなになんかあの皆様がに需要があるのもちょっとびっくりしてるんでございますがやっぱそのこういうなんか変なことリスク とかっていうのはやっぱりねあるのでそうお伝えしたいかなと何だろう何で来たのか分かんないんだよななんで何があれで来たのか分かんないけどまあちょっとご注意くださいって感じやっぱネット検証とか何か怪しいところまで、あのー、手を出すとやっぱ怖いからまず限定に返って私はだからまあそういうのが怖いからえきちんとした企業が主催してる 検証以外嫌だなと思って今まで来てでもやっぱりその検証でその毎日ブログとかこれで YouTube とかアップしたいなと思ったらやっぱ当然タワーみたいなのを目指しさないといけないのかなとか思いながらブレつつでブレながらもこういうわけの分かんない送りつけ商法みたいなものを踏んでしまうリスクもあるのでもう自分のその。 できる範囲でまあ、これからやっていきたいかとまあ楽しんでいけたらなと、うん、な,なんかそれをねなんかあなんだろうな検証とかも毎日当選しました当選しましたってやろうとして頑張ると多分これダメなんだろうねだまあそういう感じでですね生ぬるく視聴、えー、していただけると嬉しいかなと思います、えー、私のその ライブに関するそのスタンスとかも一度は何か伝えておいた方がいいなぁと思いましたところでですねあれですあのそれで私の、うん、うちらのライブのところでですねあの私あんまりコメントとかあのー、拾えなかったりとかするのであのうちの セブンがいる時はあいつはコメント読んでくれるんだけどあいつも漢字がねいまいち小学生なんで読めなかったりとかするんだけど本当にあの勝手にご挨拶をしていただいて勝手につながっていただけると本当にありがたいのであのなんかあんまり大々的にねその紹介ライブとかっていうのはできないので言えないんですけどもうあの私は自分のところで勝手にあのつながって知り合いになって えー、してくれるのは全然あのウェルカムなので自分の視聴者を取られたとか自分のところからど,どうのとかそういうせこいことは考えてないですただなんか自分の視聴者がトラブルに巻き込まれるのはちょっと嫌なのでやっぱちょっと自分が嫌な思いをした人をとか最近ちょっとブロックっていうのをブロック機能っていうのを覚えて。 うーんまあちょっとこの人嫌だなと思った人はブロックしたりとかしてちょっとまあでもサブアカとかやられちゃったらどうにもなんないからね悪用しないでくださいねっていう感じですねあとはツイッターをやっているのでツイッターの方がどちらかというと、えー、ちょっと、うん、マイルドじゃなくストレートに物事を言えたりとかするのでツイッターとかでご意見をいただけると ありがたいなと、うん、思っております。うん。ということで、長々とまた、ちょっとだけ喋ろうと思ったのまた、長々と喋っていただきましたが、本日もご視聴ありがとうございました。ということで、本日の、えー、あ先ほどの動画はですねそ、そのまんま非公開にしてしまいました。<laughs> すいません。 すいませんそんな感じです。また、えー、ライブとかがありましたらですね来ていただければで勝手にですねあのお知り合いになっていただいて輪を広げていただいて、えー、一人でも多く、えー、ちょっと YouTube のその,その収益化目的が達成できればと。で一歩先を行く。 えーうん、私が一歩先を言ってるのであれば私の分かることであれば私たちが分かることであれば何でもアドバイスとか協力とか、えー、力になれることがあれば、えー、させていただきたいと思いますので何かご質問とかあとご要望とかありましたらメッセージに残しておいてください。でメッセージこの とかあとはそのブログとかまあそういう違うツールでですねあのーまあ、言ってくれればと思いますということでですねご視聴ありがとうございましたセブンまたまだだなそろ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 まだにも7時半から9時までかな次の今日ハードなんだよ3回も2時間コースが3回も3本もあるから今日ハードなんだけどまあ あいつはアスリートでそれが仕事だって言ってるんで、まあ、あいつのことも生ぬるーく、えー、見守っていただければと思いますでは終了いたします。